ハウエー P10 プラスの、外観をご紹介します。これはまず操作面なんですが、ここが、ホームボタンですかね。指紋認証を兼ねているホームボタンです。それからインカメラ、スピーカー、これなんかのセンサー 右側の側面に移りますと、電源スイッチですね。それからボリューム。この電源スイッチなんですが、こう角度を変えてみていきますと、キラリとこう赤く光るんですね。おしゃれですね。それとここのところが、この面がギザギザになっていい感じです。今度反対側、こっちは裏面っていうのかな。こちらに移りますと、こんな感じですね。ハウエイのロゴがありまして、それからカメラですね。ダブルレンズです。ライカのレンズ、ダブルレンズ。それから、フラッシュというか、ですね、があります。あと、ここにライカのロゴが入ってますね。左側面ですが、こちらここに、シムを入れるスロットですね。この穴にピンを入れるとシムが入れられるというところです。それでは、上面を見ています。ちょっと勉強不足なんですが、何でしょう、なんかセンサーがありますね。仮面を見てみますと、USB ですね。それからオーディオの、イヤホンなんか入れるところ、ジャックって言うんですかね。それからスピーカーとあります。このハウエイの P プラス、P10 プラスですかね。の特徴的なのは、こう、非常におしゃれなデザインなんですが、特にこの電源スイッチと、この裏面ですね。この裏面が、サンドブラスト加工といって、細かい、粒子を、硬い粒子をぶつけて、ザラザラに加工してあるんですね。これがなんとも触ったとき、触り心地がいいです。ちょっと癖になりそうなんですね。反射も、ピカッと光らないで、なんていうんですかね、淡く、こう、光る、素敵な光り方をしますね。